一条滝にある、佐々木小次郎像、佐々木小次郎は、安土桃山時代から、江戸時代初期の剣学剣豪として、岩流を名乗ったと言われる。ただし、名前については、不明な点が多い。宮本武蔵との岩流島での決闘で知られる、岩尾龍島山口県下関市出身については、武前国田川郡、添田省の有力豪族佐々木氏のもとに生まれたという、説があるほか、 1776年に、熊本藩の豊田経営が編纂した、日天気では、越前国うさかしょう寺村と記されており、非見つばめ返しは、福井にある一条滝で身につけたとされている。少年は天正もしくは、永六年間とされる。中上流、富田正元、あるいは富田正元門下の金巻流の金巻寺祭の、弟子とされている。はじめ、秋国の毛利氏に仕える。 武者修行のため諸国を遍歴し、つばめ返しの憲法を暗室、官流と呼ばれる流派を創し、小倉藩の剣術師範となる。1612年、宮本武蔵と九州小倉の船島で決闘に敗れ死んだ。当時の年齢は武蔵は29歳。小次郎は出生年が不明のため定かではないが、武蔵よりも40歳ほど年上だったと言われている。 武蔵と決闘した船島は岩尾竜島と名を変えられ、この勝負は後に岩尾竜島の決闘と呼ばれるようになった。吉川英治の小説、宮本武蔵では武蔵がが、にわざとと遅れれたとなっているがこれは武光殿二罪を取った吉川の創作である。武蔵の養子である宮本頼が武蔵の死後9年目に建立した小倉の検賞費、小倉碑文によると岩流は 三尺の白人を手にして、血統に挑み、武蔵は、騎人の一撃でこれを倒したとある。この時の武蔵の必殺の一撃は、伝光なおほう即顎落としと表現されている。また碑文には、両友同時に、相返しとあり、武蔵は遅刻していない。ただし、武善国の細川や小倉半河郎、文字上代の沼田園元の家人が記した。 沼田園元の生誕から死去までを記した一大記で、ある沼田焼によると、武蔵は小次郎なる岩流の使い手との決闘の際、一対一の約束に反して、弟子四人を引き連れ岩流島に渡り、決闘では武蔵は小次郎を仕留めることができず、小次郎はしばらく後に息を吹き返し、その後、武蔵の弟子らに撲殺されたとある。小次郎の弟子らは決闘の真相を知り、反感を抱いて、 武蔵を襲撃するが、武蔵は、文字城に逃げ込み、城代沼田の助けにより武蔵は、無事落ち延びたとあり、武蔵をかくまったという沼田園言の美談の一つとして、武蔵のエピソードが紹介されている。決闘に至った理由も、弟子らが、互いの死の優劣で揉めたことが発端と記されており、門人らの争いが一連の騒動を引き起こしたと、されている。 関係者がすべて死去した後に書かれた、武蔵の伝記、二天気の本文では、岩流、小次郎、注釈では、佐々木小次郎という名になっており、この決闘で、波長三尺余りの野立、備前長考を使用、武蔵は、滞在先の問屋でもらった友を削った大きめの、木刀を使い、これを破ったとある。熊沢阿波安の武将勘定記では、武蔵は、 細川忠都に仕えて京から小倉に赴く途中で、岸流もしくは、岩流から挑戦を受け、下関での決闘を訳したとなっている。こちらでは、武蔵は乗っていた船の竿押しからもらった貝を二つに割り、手元を削って二尺五寸の長い木刀と、一尺八寸の短い木刀をこしらえたとある。古川小松県の最優雑記では、一対一の約束を、 宮本武蔵の助が破って、門人数人を連れて、船島に渡ったのを見た裏人たちが、佐々木岩流もしくは、騎士流をとどめたが、武士が約束を破るは、地獄とこれに一人で挑む。しかし武蔵には四人の門人が加勢していて、ついに岩流は撃たれてしまう。裏人たちは、岩流の疑心に感じて、この船島に墓を作り、冥福を祈り、それ以来ここを、岩流島と呼ぶようになった。 とある。なお、決闘で使用した件は、公開風搬送では、青江、本庁武芸商店では、物星座歩とされ、大抵は三尺、三尺余りと説明される。小倉秘文には、小次郎の名は、岩流としか書かれておらず、前述の沼田焼には、小次郎と飲み書かれるなど、文献によって生命に、ばらつきがある。佐々木小次郎が揃うのは、 武蔵の死後130年経った1776年に書かれた二天気の注釈である。より古い資料には、佐々木生は見られず二天気が準拠した、武光殿では、岩竜生寺竜、岩竜小次郎となっている。魚住隆氏は、宮本武蔵で、佐々木生は二天気の40年前、1737年に上演された狂言の、敵討ち、岩尾流島に登場する。 佐々木岩尾流から名を取ったものであろうと推察している。なお、1746年上演の浄瑠璃、花井かだ岩流等には、佐々木岩流、1774年の浄瑠璃、花田すき会計勝ちのぞめには、佐崎木岩流が登場するなど、に天気が書かれる頃には、佐々木聖が広まっていた。聖は、佐々木の他に、丹治宝金筆記では、津田と記され、 黒田藩の重心である小川家の文書には、渡辺と記されている。また、公開不反創の上田挿入、岩流剣術秘書の多だ一郎など、佐々木でも小次郎でもない生命も知られている。死没日を、慶長17年4月13日とする通説は、二天気における、血統の日付に基づいている。二天気には、 岩尾流島での血統時の年齢は18歳であったと記されているが、このような記述は2天気のもとになった武光殿にはなく、岩尾流が18歳で流派を立てたという記述を書き改めたものらしい。また生前の制限と出会うには、血闘時に最低でも50歳以上、自家で死であれば相当の老人と考えられ、七の古希ではないかとも言われている。 金巻自在の弟子であったとすればそれほどの老齢ではないにせよ、宮本武蔵よりは年長であった可能性が高い。70歳をすでに超えていたという説もある。九州小倉の浜辺には、1950年に村上元蔵の佐々木小次郎が完成した記念に、小次郎の日が建てられている。吉川英治の小説、宮本武蔵では、現山口県の近代郷を小次郎が、 つばめ返しを編み出した場所としている。実際にはこの橋は岩尾流島の血統の60年後に作られたもので、そのつばめ返しは虎切れと呼ばれる憲法の型であり、すべて吉川の創作である。1956年の東方映画、宮本武蔵完結編血統岩尾流島では、稲垣博監督は静岡県南伊豆の今井浜にコンクリートの岩を仮設して、 岩尾竜島の血統を取った。この人造岩は観光家の要望でそのまま残され、その後観光地となっていた。山口県岩国市の吉光公園や福井県の市場滝には小次郎の銅像、山口県阿武町大和福田には小次郎のものと伝承される墓がある。大谷智衛門演ずる、仇内岩流等の佐々木岩流宮本武蔵を、 主人公とした映画、TV ドラマなどで登場することが多い。小次郎無情日本コロンビアから発売された銀鋭家、木船緑風の歌謡銀鋭。佐々木小次郎1950年の村上元造の新聞連載小説、幾度も映画化された。宮本武蔵1935年の吉川英治の新聞連載小説、武蔵と小次郎の名を一気に有名にさせた。 ここでは小次郎は、創国岩国の出身とされている。佐々木小次郎役を多数の俳優が演じて、どれも美女部のイメージである。ただし、武蔵を主人公とする作品が多く、小次郎を主役とした作品は少ない。小次郎を主役とした映画、編集武蔵を主役とした映画、編集その他、編集小次郎を主役としたドラマ、編集武蔵を主役としたドラマ、編集、 岩竜島ミステリー、武蔵が消した、小次郎の真実、ヒゲと、ちょんまげ、小次郎役は、月形龍之介、武蔵役は、片岡知恵蔵だった。監督の稲垣博士は、戦後、小次郎もいろいろ出たが、月形の小次郎をしのぐものはまだ出ていないと、月形の小次郎役を高く評価している。ヒゲと、ちょんまげ第一部と、第二部は、同時上映であった。 公開日1940年3月31日、日本映画工房誌に、日活時代劇 394P3 章第5章、日活時代劇作品総目録石割平編著、ワイズ出版、同じ稲垣博監督で、片岡千恵蔵が、武蔵役だが、第3部以降に千恵蔵の病気と、月形隆之介の日活大社が重なり、制作が遅れたとみられる。 そして小次郎役を誰が演じたかは不明で、この時期は戦時下のため、日活での制作はその後なかった。その後1943年に伊藤大輔監督で片岡千恵蔵の武蔵役で宮本武蔵が大英で制作されているが、小次郎役についてはこれも不明である。ありがとうございます。